アルベルト・パロスキは、イタリア・キアーリ出身のサッカー選手。アクネ・シエーナ1904所属。ポジションはフォワード。AC ・ミランの下部組織出身。2007年12月20日に行われたコッパ・イタリアのカルチョ・カターニア戦で、スタメン出場を果たし、トップチームデビューと同時に初ゴールを記録。さらに2008年2月10日の AC ・シエーナ戦では、 セルジーニョとの交代でセリエデビューを果たし18秒後にセリエ初得点を挙げた。これはセリエでのデビューからの最速ゴール記録である。しかしその後はロナウドやフィリッポ・インザーギなどからポジションを奪えず2008年8月に出場機会を求めてセリエ B のパルマ FC へ共同保有で移籍。12得点を挙げて パルマのセリエ A 昇格に貢献したため、翌2009から10シーズン開幕前に、ミランによって買い戻される可能性が浮上。しかし、パルマのトンマーゾ・ギラルディ会長が引き止めを希望し、FW の枚数が多く出場機会が限られると判断した、ミラン側もこれを承諾し、残留となった。2009から10シーズンのセリエ A 開幕2試合では2ゴールを挙げたが、 その後は失速し4得点でシーズンを終えた。2011年1月3日、ジェノア CFC にミランとの共同保有の形で移籍。2月20日のエース、ローマ戦では2得点を挙げ勝利に貢献した。2011年8月8日、AC キエーボベローナエミランとの共同保有で移籍。2013から14シーズンには13得点を挙げ。 チーム内得点王に輝いた。同シーズン終了後に、キエーボが、保有権を、約300万ユーロで買い取った。2016年1月29日、スウォンジーシティ AFC への移籍が発表された。スウォンジーでは、パルマ時代に、指定関係を結んだフランチェスコ・グイドリンと再び、同じチームとなったが、10試合で2得点に終わった。2016年6月17日、 アタランタ BC へ完全移籍し、半年でイタリア復帰を果たした。2017年7月7日、SPL にレンタル移籍した。レギュラーとして、リーグ戦36試合に出場しクラブのセリエー残留に貢献。シーズン終了後に買い取りオプションが行使され、ヤスミン・クルティッチと共に完全移籍となった。2020年1月31日、カリアリカルチョに、 シーズン終了までのレンタル移籍。2021年8月19日、2025年までの契約でアクネシエナ1904に移籍した。イタリア代表として UEFAU-19 欧州選手権2008に出場し2ゴールを上げチームを準優勝に導いた。UEFAU-21 欧州選手権2009にも出場した。 ありがとうございます。